フジテレビ系バラエティ番組、めちゃめちゃイケてる、でレギュラーを務める、サンちゃんこと、サン中本勝が、高校時代の同級生とコンビを結成し、吉本興業グループの吉本クリエイティブ、エージェンシーに所属することが分かった。19日、同事務所が発表した、サン中は、2010年10月に当時長期休養中だった、ナインティナイン岡村隆史の穴を埋めるべく行われた、めちゃイケ新メンバーオーディションで約1万人の中から選ばれたメンバーで唯一の素人として活躍。このほど、高校時代の同級生とコンビを結成し、さらに活動の幅を広げるため、所属することになったという。なお、吉本入りの経緯は、20日放送の、めちゃめちゃイケてる、のコーナー、アマフェクショナル、素人の流儀と、27日にて2週にわたり放送される。